こんにちは。えー、プロトレーダーのショータです。えー、ドル円とユーロドルとユーロ円の、えー、相場展望ですね。やっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。で、えー、こちらのチャートは、えー、ドル円の、えー、4時間シャートと表示しております。ということで、まずはドル円の相場展望からですね、えー、やっていこうかなと思います。で、注目ポイントとしてはですね、 えー、ここの押し安値を、あのー、この下落の波で、えー、実体レベルで、えー、下にね、ブレイクしてきたんですね、ここで。うん。えー、というわけで、えー、ここの押し安値の、えー、もう一個下である、えー、ここの押し安値ですね。えー、このあたりぐらいまでをですね、あの、目指してくる可能性っていうのが今出てきております。で、そのためにはですね、 ええー、まあ今直近でですね、このチャンネルの上限ラインですね。この上限ラインがですね、あのー、まあ意識されておりますんで、このチャンネルの上限ラインに対してめ、あのしっかりと反発し,反発して下落、えー、してくる必要があるんですね。うん、ここの押し安値を目指してくるためには。うんえー、なので、このチャンネルの上限ライン、えーまあ、よく えー、見ておいた方がいいかなと思います。あの、キーポイントとなるかなというところですね。で、このチャンネルの上限ラインをですね、もしこれを明確に、えー、上にブレイクしてしまった場合、その場合はですね、まあ、ひとまずここの高値あたりですね。うん、このあたりをまずまあ目指してくる可能性が出てきまして、そしてこの高値あたりもさらに明確にブレイクするとですね、上にブレイクすると、 えー、次は、えー、ここの戻り高値ですね。この戻り高値あたりを目指してくる、えー、流れになるかなと思います。うんまあ、ざっくり、まあえー、こんな感じで考えながら、えー、戦略練っていくと、まあ、上手なトレードができやすくなるかと思いますので、良、えー、ければご参考ください。はい、続いて、えー、ユーロドルの相場点もやっていきたいと思います。はい、でユーロドルはですね、 えー、ここの戻り高値。この戻り高値を、えー、この上昇波で、えー、実体レベルで、えー、このポイントで、あの、上にブレイクしてきたんですね。うん。あ、これ今、ユーロドルの4時間シャートです。はい。というわけで、あの、ここで、えー、ここの戻り高値を上にブレイクしてきたので、あの、まあえー、この1個上のですね、えー、この戻り高値の1個 この辺りまで目指してくる可能性というのが今出てきております。で、そのためには、あのー、こういった切り下げラインですね。こういった切り下げラインが抵抗体となりますんで、えー、この切り下げラインを明確に上に、えー、ブレイクしてくるか、えー、それともこの切り下げラインに対して、えー、抑えられて下落してしまうのかっていうところをですね、しっかり、えー、見ておいた方がいいかなと。 いうところですね。はい。で、えー、もしですね、あのー、まあ、この切り下げライン、もしくは、えー、まあ、来週始まって、すぐに、あの、下落の勢いが強、強かった場合ですね。うん、下落の勢いが強かった場合ですね。えー、その場合、まあ、あのー、ひとまず、ま、ここの押し安値あたりで抑えられやすいんですけども、ここの押し安値も、えー、下にブレイクされてしまった場合は、次目指していきやすい場所は、 ですね、でここの押しですねここの押しはまあ割と重要で、まあ、この直近のここの高値作ってるこの上昇波のまあ起点となる押し休めなの、えー、押し安値なので、えー、ここの押し安値を下に突破されてしまうと結構、えー、あのますます下落の勢いが強まってくるかなと思いますんで、まあ、買い目線の人は注意が必要かなというところですね。はい で、まあ、ここの押し安値もさらに下抜いてくると、次目指してくる可能性があるポイントが、ここの押し安値あたりですね。で、ここもさらに下抜くと、えー、次は、ま、ここの安値ですね。うん。で、ここの安値もさらに下抜くと、ここの安値。えー、みたいな流れで、えー、相場は動いてくるかなと。ユーロドル相場は動いてくるかなと思います。えー、まあ、ざっくりこんな感じで、えー、考えながら戦略練っていくと、 えー、上手なトレードできやすくなるかと思いますので、良ければご参考ください。はい、続いて、ユーロ円の相場展望をやっていきたいと思います。ユーロ円はですね、個人的に結構、えー、来週あたりチャンス通貨かなと思ってまして、というのが、えー、125.193あたりの、あのー、このレジスタンスラインですね、えー。ここでもずっと止められてるわけじゃないですか。えー、そんなレジスタンスラインをですね、 この上昇波で実体レベルにて明確に上にブレイクしてくれているので、まあ、上昇の優位性が高まってきているんですね。で、えーまあ、ひとまずですねその上昇の勢いが続いてきた場合ひとまず目指してきやすいのがこのチャンネルの,この上限ラインにタッチしてくるぐらいまでの上昇がまず起きる可能性が出てきています。 で、この、えー、チャンネルの上限ラインをさらに上抜くと、えー、この1個上のこの上限ラインですね、これ。えー、ここまで、えー、上昇してくる可能性が出てきて、で、このチャンネルの上限ラインもさらに上抜くと、えー、ここの戻り高値ですね。この戻り高値あたりまでを目指してくる上昇が起きる可能性が出てきます。 ま、その、上昇目線の場合はそんな感じですね。で、下落目線の場合は、えー、っと、まあ、ひとまず抑えられやすいポイントが、やはりこのチャンネルの下限ラインである、ここですね。うん。ここにタッチしてきた時反発して上昇してきやすいですね。で、この、えー、チャンネルの下限ラインを、えー、下抜いてきた場合は、下落の優位性が、あの、高まってきますので、 あの買いの人は注意が必要ですね、えー、その上昇の勢いが強まってきやすいポイントですのでね。うん、でこのチャンネルの下限ラインを、まあ、その下抜いてきた時にひとまず目指してきやすいポイントがここの押し安値めあたりですね。を目指してきやすいですね。でここの押し安値めをさらに下抜くとこの1個下のここの押し安値めあたりを目指してきやすいですね。 で、ここの押し安値すらも明確に下抜いてしまうと、あのー、まあ、こういった押し安値だったり、ま、この辺の押し安値だったり、え、この辺の押し安値だったり、止められやすいポイントは、まあ、あのー、この辺にあるんですけども、まあ、いずれにしても、あのー、陰線一本分とかで形成されてるような、そんな明確にしっかりと、あのー、形成されている形ではない、あのー、押し安値なので、この辺ね。うん。 明確な押し安値とは言えないわけですね。なので、優位性としてはまあ弱いんですね。なので、ここの押し安値を明確に下抜いてしまうと、まあ、この実体レベルのこ,この辺の安値、うん。実体レベルの、えー、この安値、もしくは、えー、さらにここを下抜いて、えー、もう本当にそこのこの安値ですね。 うん、この辺りぐらいまで一気に目指してくる可能性というのが出てきますんで、あのー、ここの押し安値を明確に下抜いてきた場合は、あの、買い目線の人はちょっと注意が必要ですね。うん。まあそんな感じです。まあその、押し安値、ね えー、そして、戻り高値に関しては、その明確に形成されている、えー、ものの方が優位性が高いので、しっかり、えー、意識されやすいのであの、それはですね、よかったら覚えておいてください。はい、というわけで、ちょっとここからはですね、あの昨日見たあの僕の、ね、夢の話をですね、ちょっとしようかなと思いまして、あの僕ですね、昨日空き巣に入る夢をですね、見ちゃったんですね。うん で、まあ、過去にですね、あの、空き巣に入られる夢はね、見たことあるんですけど、あの、自分が空き巣に入る夢っていうのはちょっと今回初めてで、で、ちょっとね、あの、気に、あの、気になっちゃったんで、あの、空き巣に入る夢っていうのが、あの、一体その夢占いでいうとこの、その、どういう意味合いを持っているのかっていうのをね、ちょっと調べてみたんですよね。そしたらね、あのー、その、まあえ、空き巣に入る、 その夢のそのまあ自分のその状況がねえその空き巣をしているその自分の状況がその堂々としているのかそれともこっそりとしているのかでその夢占いのその意味合いがその変わってくるんですって。んんでまずその 空き巣をしている自分がその堂々としているのであればその現実世界に飽き飽きしていて不満やスリルを求めている可能性があるというね、うん、まあそういう意味を持っているらしくてで逆にその夢占いあ夢占いじゃないわ、えー、夢の中でその空き巣をしている自分がそのこっそりとしている場合はうん こえー、その自分自身がその優柔不断であったり、えー、トラブルに巻き込まれることを暗示している場合もあるというね、うん、そういう意味を持っているらしいんですよねまあなのであの結果的にはあんまりいい夢ではなかったんですけどもあの僕ですね結構その夢占い好きでしてなんかその夢を見たらですねたいあ,あのこんな感じで えー、その夢は一体そのどういう意味を持っているのかっていうのをすぐにあのインターネットで調べたりするんですね。うん、でそうすることでなんだろうなその夢の本質が明らかになってくるというかやっぱりその何て言うんですかね常にやっぱりあの本質をですねちょっと探りた,探りたくなる えー、修正を持っている私、プロトレーダー翔太というかですね。あの、まあ、そんなことはどうでもいいですね。すいませんね。うん。まあ、なんでね、その、夢占いって結構あの、面白いんで、まあ、皆さんもね、もしよかったら、あの、なんだろうな、あの、暇な時にでもですね、あの、夢占いね、いろいろと調べてみると、ちょっと驚くべき結果とかがね、あの、 分か,あの分かったりすることがあると思いますんで、でその、まあ、夢占いをですね、いろいろとその調べることで、その自分自身の,その今の心情とかが明らかになってきたりとかして、でそのなんだろう今後につながるというか、あ今は自分はこういう気持ちなんだな、みたいなじゃあ、じゃあ今後こうしていこうみたいな感じで、あのー、その今後につなげていくことも、ね、できると思いますんで、そこで何て言うのかな、メンタルを維持したりとかね。うん その、悪い方向に行こうとしている自分を、その、制御できたりとか、うん、そういうところにつ、ま、な、あ、がってくる、えー、可能性もありますんでね、まあ。よかったらね、皆さんも今後その夢占いについてね、いろいろと調べてみてはどうかなというね、まあそういうお話でございました。 はい。というわけでね、最後に非常に重要なお知らせがあるんですが、えっ、ー、と、僕のね、LINE アットをですね、あの、友達登録していただいた方にだけ特別にお渡ししている、えー、非常に、えー、今後のトレードにおいて役立つ、えー、豪華なプレゼントの数々をですね、えー、ご用意しておりますんで、あの、良ければですね、あの、受け取っていただけたらと思います。 でえー、僕の LINE アップのリンクはこの動画の下の説明欄に載っけてますんで、そちらからぜひ、えー、友達登録していただき、そして今後のトレードにすごく役立つ、えー、この豪華なプレゼントの数々を全て受け取っていただいて、その状態で、えー、トレードに励んでいただくことで、より、えー、高いパフォーマンスをです、ねえー、発揮できるかなと思いますんで、えー、よかったらですね、えー、ご参考いただけたらと思います。 で、えっと、まあ、この動画下の説明欄には僕のラインアット以外にもですね、あの、僕に関する、えー、重要な、えー、お知らせなどをですね、あの、いろいろと載せておりますので、あの、よかったらですね、いろいろと、えー、チェックしていただけると幸いでございます。はい。というわけで、今回のね、えー、動画講座ためになりましたら、ぜひ動画の高評価と、YouTube のチャンネル登録も、えー、よろしくお願いいたします。えー、ありがとうございました。プロトレーラーの翔太でした。失礼いたします。